はい、それではレイト選手のインタビューを始めさせていただきます。まずはじめに試合を振り返っての率直な感想をお聞かせください。そうですね、ちょっと反省点もありつつ、でもやっぱ結果が出せてよかったなと思います。はい、それでは試合をしてみて、相手の石郷選手、まあ、戦う前と戦ってみてのなんか印象の違いなどありましたら。やっぱりそのやる前から思ってたんですけど、蹴りがやっぱうまかったなと思います。はい、それでは最後に今後の目標をお聞かせください。そうですね、もっと完璧に戦えるようにするんで、もっと強くなるんで、これからも応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。こちらでインタビュー終了させていただきます。ありがとうございます。